こんにちは、陽一郎です。フリードム3ということで、今回はプロになりたい人は音楽学校で行くべきかというね、テーマでお送りしたいと思います。はい。僕は、MI Japan 札幌校のギター科に2年間通いましたけれども、今思えば僕は行ってよかったなとすごく感じますね。はい。2年間で確実にギター上手くなったし、音楽もより深く勉強することもできたし、はい、レベルの高い講師陣たちもたくさんいたし、うん、まあすごいいい刺激になりましたね。まあ行ってる、まあ一緒に入った人たちとかね、復興で講師側の人たちでね、まあバイト忙しくて休みがちになる人も結構いましたし、まあその当時ネットで中にはあんなところ行ったって金だけ高く取られて大した上手になんないっていうね、ネットで言う人もいましたねまあいろんな人いますね、はい、でも僕は田舎からね札幌に来て MI Japan 札幌校に入って、まあ一緒に入った仲間とかね、一個上の世代の人たちとかでもね、こんなギター上手い人たちと出会ったことがなかったんですよね。はい。いやーして、入った時、いや、これやばいなってね、思う反面、すごいワクワク感もね、あったし、本当に実家に、だからこんな経験できなかったんだろうなぁとね、その当時思いましたね。はい。いや、ほんと毎日が新鮮で、はい、すごく楽しかったなぁっていう記憶でしたね。嫌なこともたくさんありましたけどね、やっぱ。はい。でもまあ、その一緒に入った仲間にね、ほんと追いつきたいとか、あいつより上手くなりたいという気持ちでね、毎日練習して、本当にそういう生活を2年間送って、やっぱ本当に成長できましたね。うん。まあして、今、10代、20代の方でね、音楽学校へ行くべきか考えている人たちっていうのはたくさんいると思うんですよね。でもまあ、お金もね、たくさんかかることなので、簡単には決められないことなんですよね。はい。まあでも、そういう人たちにね、向けてね、僕が一番言ってよかった点っていうのは、自分を奮い立たせてくれる人たちがいた、仲間に出会えたとかね、自分の刺激になる人たちにいたね、たくさんいた、そういう人たちと出会えたっていう、2点ですね、うん、まあでも付き合う人間によって人は変わってしまう生き物なので、やっぱ、うん、そういう点では出会いですよね。人間って一番大事なのって出会いだと思いますね。はい。まあこれからね、音楽学校を考えてる人に役に立つ情報だったのかはわからないですが、僕なりの観点でお話ししました。まあ今回は音楽学校へ行くべきかというテーマでね、僕なりにお話ししたので、まあ動画を楽しめたでしょうかね。はい。まあ VLOG4、5もね、継続してやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。では、